2022年12月11日、ウクライナ東部ドンバス地方ルハンシク州のハイダイ知事が、同州カディフにあるロシアの民間軍事会社ワグネルが拠点としているホテルをウクライナ軍が攻撃し、ワグネル側が大きな損失を被ったことを発表したとして、イギリスの BBC ニュースが報じているよ。ハイダイ知事の発表によると、このホテルは東部戦線に戦闘部隊を送り込んでいるワグネルが本部として使用していたものとされ、攻撃当時にどれほどの人員がホテル内にいたかについては不明であるが、同知事はホテル内にいた人員の半数は戦死していると見られるとしているね。ただ、この件に関してはロシア側もウクライナ側からも正式な発表はなく、現時点ではハイダイ知事からの情報のみであるため、真偽のほどは定かでないが、ワグネル創始者のエフゲニー・プリゴジンは現場のホテルにはいなかったことが確認されているよ。ロシア側のプロパガンダと見るかどうか、難しいところだね。でもこの発表はロシア側にデメリットが大きい気がするけど、ワグネルはロシアにとって珍しく士気が高く統率の取れた精鋭らしいからね。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍がルハンシク州内にあるワグネルの拠点を攻撃したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。東部戦線においては、激戦が続いているドネツク州のバフムートで、ウクライナ領内で唯一攻勢に出ている、ロシア軍部隊が正規軍ではなくこのワグネルの戦闘部隊だと言われているんだけど、今回の攻撃で拠点に大きな損害を出したとなれば、バフムートの戦況に大きな影響が出る可能性があるとの見方が広がっているよ。ロシア軍のウクライナ侵攻開始以来、何かと話題になっているワグネルとは、ウラジーミル・プーチンの事実上の私兵とも呼ばれている民間軍事会社 PMC であり、ロシアの民間軍事会社としては先駆け的存在で最大の準軍事組織のことだね。ロシア政府は公式には存在を認めておらず、プーチン大統領と懇意なオリガルヒとして有名な、プリゴジン氏が創始者であるとされていたんだけど、プリゴジン氏自身は、ワグネルの創始者であることを2022年9月までは否定し続けていたんだ。その活動はロシアの国益や対外政策のために動いていることが多く、戦闘員の訓練などは、ロシア国防省の施設で訓練を受けているなどの理由で、西側諸国ではワグネルはロシア国防省、あるいはロシア軍の情報機関であるロシア連邦軍参謀本部情報総局 GRU の独立部隊的な存在とみなしているね。ワグネルの社員は5000人とされていて、そのうちの2000人は戦闘員とみられ、戦闘員の母体はロシア連邦軍及び警察出身者などをはじめとして、チェチェンやイングーシなどのロシア連邦に所属する国の、新ロシア派元民兵やセルビア義勇親衛隊の退役兵のなどのほか、ネオナチや元囚人なども所属しているらしいよ。腕に覚えのある人々をかき集めた感じだね。ワグネルの方針は特定のイデオロギーに基づいているわけではないんだけど、ネオナチや極右の過激派と強く結びついているとの噂があり、ウクライナをネオナチと決めつけて侵略の大義名分としている。プーチン大統領がワグネルを重用している矛盾を指摘する声が多いよ。ワグネルがネオナチとの関係が深いとする根拠の一つとして、戦闘部隊の指揮官である、ドミトリー・ウトキン元中佐のスペツナズロシア連邦軍参謀本部情報総局特殊部隊時代の、コールサインがワグネルであり、これは英語読みでワグナーとして有名なドイツの作曲家、ワグネルをウトキン氏が好んで聴いていたためとされ、このワグネルをアドルフ・ヒトラーもまた好んだためということが挙げられているね。ワグネルがウクライナに投入されたのは今回が初めてではなく、2013年に起こったドンバス地方の内戦に、ロシア連邦の正規軍を介入させたくないプーチン大統領が、正体不明の軍事組織として、ドンバス地方の新ロシア派武装勢力を支援するために送り込んでいるんだ。また、2011年から現在もなお続くシリア内戦にも、ロシア連邦正規軍が介入する以前から、派遣されていることが明らかになっており、これらの活動に関しては、ロシア連邦軍参謀本部情報総局 GRU の支援を受けていると見られているよ。また、最近では軍事クーデターによって暫定政権が樹立したアフリカのマリ共和国に、暫定政権を支援するためにワグネルを送り込んでいて、マリ政府やロシア政府は、
そのことを否定しているものの、西側諸国ではロシアがワグネルを送り込んで暫定軍事政権を支援しているとして非難しているよ。ウクライナ侵略におけるワグネルは、これまでにシリアなどで戦闘経験が豊富な傭兵を集めていたんだけど、ウクライナ軍の反転攻勢が強まるにつれて損害が拡大し始めたため、ロシアの影響下にある、旧ソ連構成国などで警備員募集などと装って求人を実施したほか、ロシア国内の刑務所において、囚人に恩赦と報酬を約束して戦闘員に仕立てるなどして8000人の戦闘員を投入したとされ、イギリスの調査報道機関であるベリングキャットが報じるところによれば、そのうちの3000人が戦死したとされているみたい。ウクライナ領内におけるワグネルの拠点が攻撃されたのは今回が初めてではなく、8月にもルハンシク州セベロドネツク市内に設置されていた拠点に攻撃を受けて破壊されたことがあり、この際にはプリゴジン氏が直前に訪れていたことから、攻撃によって死亡したと報じられたんだけど、後日生存が確認されていたよ。12月13日時点でワグネルが攻勢をかけていると見られるドネツク州バフムートでは、ロシア軍がじりじりと市内に迫っていると報じられているけど、今回の拠点壊滅がどのように影響を及ぼすかは不透明だね。しかしながら、もしワグネルがバフムートを制圧したとしても、周辺地域はウクライナ軍によって、奪還されているため補給路を断たれて孤立する可能性が大きく、がむしゃらにバフムートを制圧しようとしているワグネルの作戦に疑問を呈する声が高まっているよ。また、ここに来てドネツク州の南にあってロシア軍が占領している、ザポリージャ州のメリトポリに対して、ウクライナ軍の攻撃が激化していることが伝えられていて、ザポリージャ州にロシア政府が設置した、行政府を統括しているエフゲニー・バリツキー氏が、メリトポリがウクライナ軍の、高機動ロケット砲システムハイマースによるミサイル攻撃を受けたとして、メッセージアプリ、テレグラムにおいて明らかにしているんだ。ロシア国営のタス通信では、12月10日にメリトポリにあるロシア軍基地で大きな爆発が発生し、一部の情報ではロシア軍兵士など200人以上が死傷したと伝えられていて、バリツキー氏によるテレグラムへのメッセージを裏付けているね。ウクライナは冬を迎え、これまでぬかるんでいた地面が凍結してことによって戦車などの行動が可能になりつつあり、西側諸国の軍事筋ではウクライナ、ロシア両軍ともに活動が活発になるとしていて、多くの軍事専門家がウクライナ軍の次の攻撃目標は東部戦線ではなく、中南部ザポリージャ州メリトポリであろうと予想する声が高まっていたんだ。その理由として、そもそも親ロシア派勢力が拠点としていた東部ドンバスでは地域住民の協力が得にくく、その奪還が容易でないことに比べると、ザポリージャ州やヘルソン州には親ロシア派勢力が少なく、奪還作戦に地元住民によるパルチザンの協力が得られやすいことが大きいからなんだって。また、メリトポリを奪還することによって、ドンバス地方やロシア西部とヘルソン州をつなぐ、補給路を遮断することになり、それによってウクライナの悲願とされているクリミア半島奪還を、有利に展開することが可能となるとの見方があるよ。クリミア半島への陸路による補給を断つことで、補給路はケルチ海峡でロシア本土を結ぶクリミア大橋だけとなり、アゾフ海沿岸からハイマースなどで簡単に橋を通行不能とすることができるからね。だからクリミア半島を攻撃せずとも、ウクライナ軍の損失を、最小限に抑えられる兵糧攻めによる奪還が可能となるってわけだね。侵略を開始して間もなく10ヶ月を迎える中、地上戦に活路を見出すことができないプーチン大統領は、ウクライナ全土への民間インフラ施設攻撃しか打ち手がないとみられ、西側諸国では、ウクライナ軍の本格反攻が開始されれば、再びロシア軍の敗退が続くとの見方が広がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。